なんかやだわもうナンパしのクソ YouTube 見てるみたいで <laughs> いや負け惜しみの仕方も下手じゃん <laughs> これ多分どっちかの親戚じゃないとこんな長いこと見てらんねえな <laughs> どうもののテラスハウス山チャンネルのお時間でございますもう第41回目となりましてねやっぱこのテラサウスというものが世界中に発信されて私驚いたのがですね SNS の力でですねえ先日イギリスの女性から「あなたが着ているセーターはどこで買ったのですか?」という質問を受けまして「アイボートバイショップ」というですねあのちょっと。 中2の英語ででししててしままいましてですねえショップだからだからそれを聞いてんだよみたいな返しが来てそれに返せず無視をしてしまったのでのこれを見てるイギリスの方すいません私のボキャブラリーの少なさでちょっとそういうふうな形になってますあのスタイリストさんが用意してくれたやつなんでですね今日なんかもね可愛らしいね黄色と黒ということでですねサメが最も恐れる色の組み合わせなんですよ理由はウツボに似てるからということでなしてさあ豆知識なんかを世界中に届けたところで今日もいきたいと思います。 ね、あのくんね、がリサコさんとデートするシーンがあったんですけどね昔の噴火でバーッと散った溶岩が、まあね、あの熱が冷めて固まってすごい幻想的な風景があるところなんですけどねずっとあいつらい失礼あの人たちの会話っていうのは何て言うんだろうなあのずっとどこにいても。 そこをクラブに見えててしまうっていうっいですすね <laughs>、えー、そういういい能力を持っってらっしゃるんですよねあの鬼の押し出し園すらクラブに見えちょっと上の方にミラーボールを感じたような私いい感じ <laughs>、えー、そして鬼の押し出し園だからそんなね物静かな場所のはずなのにずっとずって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 っていうなんかこう重低音の中で揺れながら喋ってるような感覚にやっぱさしてしまうあの二人の会話とあの二人のこなれた感じねこうやってあの付き合うことはないけれどもその日のうちにセックスするためにこうやってくどいてまーすみたいな教科書を見せてくれてですね、えー それをずっとふくり広げられるんですけどねまたね鬼の落ち出し演に格好もすごいですね、えー、あいおさんがですねあのびっくりしましたあれああいうの身につける人いるんだと思ってチェッカーフラッグをですねあの足に巻いてたんです、えー、だからねあれ見た瞬間思いましたね俺 f アカン乗ってあそこに突っ込んで引き殺せようかなと思ってですけどそれぐらいですね,、まあ、ねまあ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 お気付くとおりねあいお君頑張れっていうことなんですけどもこれはね、えー、さあそれで、えー、これぐらいで、ね、あいお君の話はもういいかな俺最近も飽きちゃってるんで <laughs> <laughs> さあやっぱそうた先生ですよ 相田先生。<laughs> あのあ、ー しびれましたねね先生がです、ね、前回皆さんご覧にいただきましたよねあの素晴らしい蒼太先生の技あれはもう素晴らしすぎてですね、えー、もう技名が蒼太と名が付いた技なんですけども自分の眼鏡を買うというデートに誘う時に「俺の眼鏡を探す会」というふうにね会を発足させるというねで「そこの席空いてますよ」ってですね、えー、春日からユーマを全部抜き取ったみたいな感じの <laughs>、えー、ワードでですねデートにお誘いになってですねでその後女子 いやですね。ではですね。もう酷評ですよ。何言ってんの？あいつやべえっつってもう笑うのこないだ菱だったみたいな感じになって。で,でもソー太先生はね。マスコミプロはやっぱ違う。ここ気づかれないんですね。気づかれずに向こうも喜んで楽しみに待ってると思うから、女子部屋に再確認に行くわけでございますよ。その再確認シーンこれ、今回のハイライトと言っても過言じゃございません。ハイライトがいきなり来ましたからね。素晴らしかった。りさこは。 自分とメガネを買いに行くのを楽しみにしてると思って女子部屋に入っていくるわけですよ。ね。で、えー、俺のメガネを選ぶ回、えー、日程の確認です。なんて。<laughs> ね。<laughs> もう参加に丸つけてると思ってるから来てるわけですよ。ね。<laughs> でもリザコはあの顔に書いてあるわけですよ。不参加に丸した表情を出してたんですけど、え不参加でお宅にあのえ届いてないえ？郵便局何やってんの？ファックみたいな顔してんだけど。<laughs> ね。リザコが すすごいですよあのやっぱり梨もでも大人ですからね関節フリーキックででお断りすするんですよね、うん、いいセンタリング上げてましたよ梨紗子あのどの眼鏡にしようか迷ったら写真で送ってっていう、ね、これつまりは一緒には行かないよっていう一緒に行かないよっていうのがダイレクトでシュートを打つんだったらそのフワッと打ってあとはお前気付くっていう。 ね、シュートを打ってくれって、ね、ふわって打ってでもそれにあまりのことに恥ずかしくて「テンテンテン,テン,テン」ボール転がってるその時あのあの瞬間の蒼太先生の顔はよかったんですよねあれ蒼太先生ってリコピンでできてるってくらい顔真っ赤になってたってあれ蒼太先生リコピン豊富そうみたいなですね顔がふわっと赤くなってですねあ本当はじゃ別に。 まあうん、行かないな行かないでいいしでそこはあちょっとあまりにも冷たすぎたかなと思ってりさ、えー、子が言うわけですよねでもなんか本当に悩んだら言ってって言ったらいやもう自分で決めるしっていうその <laughs> ねふうーんってその時にみんなが思ってたことあったけどさすがにこんなでも言っても皆さん気づいてないかもしれないそうたさんひょっとして自分も気づいてないかもしれないあんたあの時立ってるのもやっとだったろ。<laughs> ねうん 俺たちリングの外から見てたから分かんのよフラフラだったからいや笑ってたっていうのはちょっと違うない膝がもう爆笑してただけどガタガタガタ,ガタ,ガタ <laughs> あ本当。っつってで、ね、ここまでは颯タってダメな男だなと思った時に、ね、んか自分の中でなぜ僕がここまで颯タに執着してるんだなと思った時にその答えが出たんですよ颯タが男子部屋に帰って他のあの愛生さんにね言う時にいやなんかあの、えー、自分には忙しくて。 お前の眼鏡選んでる時間なんかねえんだよって感じで振られちゃってっていうこの言い方つまりは人に伝える時に事実よりももっとそいつが悪く見えるように伝えるっていうこの技それ俺と全く一緒なんですよ。で気づいたんですよこれもう同族嫌悪だだったんだと俺は多分似てるんですよ。 その感じが生き方でプライド俺も高いし多分俺もああいう言い方しちゃってんだろうなてってちょっとずつなんかこうシンクロしてってところがすごくあの自分でも嫌だったけどもその嫌さを吹き飛ばすために今日は本番は大きい声を出してみた、うん、<laughs> あの自分を振り切るようにそういう自己弁護自己防衛でなんとかこう立ってる姿、まあ、これもまたよしと頑張れ。 頑張れと思って僕は頑張れって、ね、ちょっと一回颯た一回休もうと、ね、休んだ方がいいよって思った時に「颯た先生違いますよ俺みたいなやつとはそこが違うんです、えー、リサコは俺の中ではもう死んだと。でその俺がまるでリサコに振られたみたいに思われても困る。 だから俺はリサ君に対しては本気じゃなかったんだっていうのを知らしめなきゃいけないそれは何かっていうと俺が振られたところを見てる女にそれを見せつけなきゃいけないということでマヤをデートで誘うんですよ。<laughs> そしてね俺がガチで デートのつもりで誘ってるって思わせてたんだったら理沙子に悪いわっていうポーズを取るんですよでも、えー、それを聞いてマヤは全部そんなのをお見通しだからヘラヘラニヤニヤしてみるんですよやべこいつ超いってんなって感じでで見ててででもうん。だから俺は理沙子何でもないしであわよくばマヤだっていいんだよみたいな感じでマヤを誘うんですよでまたしかも今度はそのビールを飲んだから次はビールを入れるグラスを 作りに行く会ってですねどんどんと会が出てきてですね、えー、誘って、まあ、とりあえずは行くよみたいな感じになるんですけどもねでそんな中ですねまあまあ結衣とかのね恋はもうちょっと、あのー、今なんか結衣がですねいい人キャンペーンをしてるんで,ですねあの恋する真面目な女の子としてのキャンペーンを中なんでちょっと私としては何もつまらないのでりあでもね結衣先生がね本当にねそこで恋するただ結衣さんが何がいいってね少年が隠しきれてないんですよ。 っていうのも所々出てるんですよね。ユイさんがね、僕一番好きだったのはですね、ユ、え、イ、ー、リサコ、ソーツでメガネの話になったんですよ。その時にですね、もうもうメガネの話をしてるだけでもう笑いが止まらないわけですよ。で、もうユイさんなんか少年の中にいるですね、本当のデビルユイがですね、ほら来たよユイね、お前の大好物の滑稽な男のお話だよ。思いっきり笑っちゃうよって時に。 のの我慢の仕方がこれねこうやって <laughs> 俺ねユイちゃん楽しみでそろってこうやってパッって <laughs> ここで爆笑してくれて大魔神のご機嫌バージョンを見せてくれると思ったんですけどねいかんせユイは隠し通しましたね、えー、あそうそうそう素敵だったそっからですよまやさんがまたまやさんがいいこと言うんですよ。あのなぜ自分をねそうたさんが誘うかわからないとその理由にね 三つぐらいあげるんですけど、だいたい人間ね、あの人に話すときはこの三つ目これが本音です。二つはあの一応いろんな人世間体とかその人に伝わった時のために言う嘘です。三つ目何に言ったかね。私誘ったのもテレビに映りたいからじゃないかなっていう。いか一番恥ずかしいですよレビ撮影。ただね、これ前野さん違う。テレビに映るからそんなんじゃないんですよあの人は。あの人はプライドを守るためですよ。 自分がただただ本当に好きだった人に振られたってじゃなくて俺は全女にこれぐらいの感じで接するよっていうのをそれを見せるためなんで別に毎朝さんのことも好きではないんですよただ自分のプライドを守るために言ってるんですでまで、あ、それすらも振られるという地獄がありましたけどね <laughs>、えーえー、すごいよねカイトと、えー、ソータで日本橋で行ってる日本で2人でずっと同時進行で同じ回数だけ行ってるでもそのやたらめったら行くっていうのをしたくないからあなたは違うって言われた時の恥ずかしさ。<laughs> あ、俺が落ちるんだ。予選でみたいな <laughs>。本戦行く気満々の顔がでまたね。顔が真っ赤になってって。でもそこでも立ち直れなくなっちゃったんでしょうね。聡太先生が、えー、出るということを決断することで早かったですね。でもね、やっぱり蒼太先生、さすがにした出る理由ね。えー 言ってた通り、当初の目的を達成したので出ますというですね。いった目的は何だったのか、まあ確かね、I.T. 関係でアプリとかはね、えー、作られるということでね、あの本当にあの今までね暮らしてきた中で得た知識でどんなアプリができるのかね楽しみにしてますよ、えー。どんなアプリなのかな。あのー、あ,あれかな。<laughs> うん。ご機嫌メガネ探しゲームとかかな。<laughs> うん。ね。 自分のメガネを探すとかいうゲームで、ね、セカンドステージでビール工場行って <laughs> <laughs> ラストステージはコップ作りだなってね <laughs> そんなアプリができるんでしょうかね、えー、よかったですお役に立ててということで頑張ってちょうだいさよなら。